はい、今日は雨が降ってますけれども、ちょっとね、また行ける範囲でね、カフェでゆったりしてみたいと思います。どんだけカフェ好きなんだっていう話ですかね。はい、では行ってきます。今日はね、H&M の T シャツとギャップのサイクルアップパーカー、それから、GU のジョガーパンツを履いてます。また後で撮れたら撮ります。再びクリームトに来て、今度はね、コーヒーが美味しいかどうか確かめたくてね、2日連続で来ました。前回行った時はね、コーヒー2杯すでに飲んでたので、紅茶にしたんですよね。だから今日はコーヒーとサブレクッキーをね、ちょっといただきに来ました。こんな感じでサブレクッキー、これが150円、そしてフルーティー、これがね480円かな。おいしい、これはね、このフルーティーの味わいは私好みです。とても好み、おいしいですね。あ、昨日じゃないか、おとといかな。ここがね、ほんと緑豊かで気持ちいい通りですよね。この辺はね、イスタンがなくなって、新しいね、ミッテンとかいうね、そういう建物ができたりね、これフォーリスっていうのは昔からある。このね、なんかカフェができてますね。テラス席が気持ちよさそう、すごいな、迫力ある。
これ小ネタの人事、ここに玉神社のね、西側の道をちょっと行きましょう。ほら、ここにおしゃれな、ほら、おしゃれな小駒屋コーヒーさんがあるから、ちょっと行ってみましょう。かわいい。かわいい。小駒屋。ちょっと行きましょう。ここにも、メニューが。ここコカさん大きいわね。知らなかった。ちょっと見てみよう。あら、夏ですね。もうね、このコカさんの結構高見えするわね。これ高見えしますよ。これ黒もある。すごい高見え。美味しかったですね。はい、美味しかったです。ということで、ちょっとね、全部飲めてないのではい、そしてこれを持って、カフェに作業に行きたいと思います。いかがだったでしょうか。カフェ巡りが大好きな
アラカン女子です。カフェでね、動画編集したりとか、最近はそういうことが多いんですけれども、少しでも皆さんのね、参考になれば嬉しいです。私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のためにファッション情報を中心にお出かけや生活の、情報をお届けしております。もし気に入っていただけましたらば高評価ボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またすぐに次の動画でお会いいたしましょう。それではまたね。バイバーイ。